皆さん久しぶりです。まあ、今年も野球が始まります。今年もですね、デイリーの、評論家としてキャンプに行ってきました。阪神のキャンプを見て、まあ、感じたことを、まあ、話をしたいと思います。そう、まあ、キャンプなんかは、まあ、去年勝ったからどうのこうのと やることはもう毎年一緒なんだけどね。ただその今年はどんなバッター、どんなピッチャーがこう出てきてるのかなっていうのを見に行きながら、まあ、期待してる選手をこう見たり、僕の場合はまあ新聞はピッチャーの方優先で行くので、ピッチャーのことをになってしまうんですけども、今年のやっぱり誰がこう戦力で頑張れるのかなっていう、若いのが出てくるのか、まあまあ去年調子悪かったのが今年がいいのかっていうところで、ちょうど中盤くらいに行けたので、ちょっとピッチャーとかは疲れるが出る頃なので、まあそれを加味してみても、やっぱり簡単に言ったら、まあ阪神の投手陣は揃ってるかなというふうな感じを受けて帰ってきました。まあ、中でも去年2試合しか投げなかった北海道出身の門別、これをちょっと注目して見てきたんですけども、去年よりも体も大きくなってるし、スピードも出てるしっていうところで、岡田監督とも話して、まあいろんな意味でフィールディングであるとか牽制であるとかもやっぱり抜けてる、その運動能力が高いっていう話をしてくれて、僕のまあ北海道の後輩になるんで、僕としたら今年一番まあ期待をかけてる選手でもあると、やっぱり10勝以上できるかなっていうふうに思って帰ってきたんですけども、ブルペンキャッチャーが通ってる中で話を聞いたら、今この時期で155キロ出たり、投げることに関してすごいこう賢い面がすごいあると、変化球をストライクにできたりボールにしたりして、ブルペンでもそういう形で投げれてるっていうので、みんな感心してたっていうところ。まあね、去年でもでも取ってね、投げたら失敗したねピッチャーがいっぱいいたんでまあ今年はでもキャンプ初日からね来てしっかり投げれてるんで、まあフォアボールとかでまあ自滅するような形ではないので、バランス的にもすごいいい。もともと野手だったんでテイクバックが小さい、でも腕の振りよりもボールが来る、まあバッター相手にメインで投げたんだけども157出てるっていう風に取ったキャッチャーが言ってたんで、僕はまあスタンドの上で遠いとこから見てたんでそんなに感じなかったんだけども、スピード感はやっぱり何球かは出てるのはあった、まあ57出たっていう、ストレートよりも変化球の方がコントロールよく投げられる、それでやっぱりストライク取れるプラスアルファが大きいのかなという、まあ、コントロールまっすぐよりもそっちの方がこう安定してるっていう、まあ岩崎で多分行くと思うんだけども、それがオープン戦の中でね、だから岩崎も年々年いくんで、やっぱりもっと楽なとこで投げれた方がいいのかっていう風な考えになるんじゃないかな、まあ岩佐がしっかりピリッとしなかったら、まあそういう形になるのかな。これはもうちょっと時間かかるかな、まあ一位なんですけども、ちょっとまあ周りのピッチャーに比べたらちょっとやっぱり阪神の中継ぎにはちょっと厳しいかな、これからかな、まあどういうふうに使っていくのか分かりませんけども、まあ専門的に言って、まあ重心が高い、だからボールが高い、まあその辺がもう一スピード欲しいかなと、まああれくらいの高さをコンスタントに投げてたらプロのバッターはなかなか抑えられないというのを感じて、一回こう疲れさせないといけないね、投げ込んだりして、それをずっといいのを維持しようとしてもなかなか1ヶ月の中では難しいから、まあ、まあ俺の場合は自分がピークまで持っていって、そこで体が疲れが取れてきてまたいいボール投げれるっていう、早く型を作って自分のやりたいことをやるっていうのは、これは自分のキャンプでやってきたことだから、1ヶ月で作ろうとなると結構失敗する、でオープン戦も間に合わない、うん、そういうピッチャー結構見てきたんで、だから早く作って自分のやりたいことをしっかりキャンプでやる。伊藤なんかも、まあ、昨日おとついか投げてくれてあまり良くなかったんですけども、まあ、ちょうど疲れも出てる頃なんで正面から見てて気がついたところ、たまたまこう一緒にこう会う機会があったんで、まあ、岡田監督と3人で今日はこういう風に投げたけど本人も納得してなかったので、まあ、その辺のアドバイスをちょっとして、まあ、本人も試してみますって言ってくれたので、今度見るときにそこが治ってるかどうか、その辺をこう見てみたいなと思って帰ってきたんです。
右足が早く開いて出してしまうんで、お尻が出る前に右足をつこうとするんで、その分、まあ、正面が早く開くので、手がどうしてもこう体の外に行ってしまう。で、ボールが高い。で、インコースに投げようと、まあ、右バッターのインコースに投げようと思うと、若干引っ掛けてしまうっていうのが出てたんで、だから自分がこう首かしげながら、なんでそこに行かないのかなっていう、そこに投げてるつもりがいかない。で、ちょっと首かしげながらブルペンで投げてた。まあ結構、球数も投げてたんだけど、だからそういうところがクリアできてないと、自分が投げなくても投げれない。だからもうちょっと上げてる足を前に出さないで、お尻から出て、だから監督のそばから見ると結構斜めに見てたんで、すごいこう開いてるように見える。で、まあ真正面に行ってみたら、ステップ自体はそんな開いてないんだけども、左足が早く体の前に出るんで、すごい開いてるように見える。だからその話をちょっとして、もうちょっと我慢して右足を出さないで、キャッチャーの方にお尻から出ていったら、もっとこう、膝と腰の回転が多く使えるから、ボールが抜けなくなるよっていう話をして。だからちょっとしたことなんでね、その18メーター投げる中でちょっとずれると、ボールは素直だから自分らの腕の振った通りのとこに行くんだよっていう。だからバランスよくな離してくれたらそこにきっちり行くし、ちょっとでもずれると、その通りボールが18メーターしかないけども、そこがずれるっていう話するんですけど、まあ、あそこまでなると、ちょっと修正したらすぐそれができるかなと、監督も言ったけども、ちょっとアドバイス。ちょっとこっちから見たら、右足出るのが早いんで、その辺をちょっと試してみてくれたら、よくなると思うんだけどっていう話をしてきた。で、あとは、まあ、いっぱいね、期待される浜地とか湯浅とか、この辺がちょっと、このキャンプの中ではちょっと心配かなっていう、うん、やっぱりボールも高いし、試合でも1イニング9回に投げたんだけど、ゼロには抑えてるけど、やっぱりこうボールが高い分ファールが球数が結構多くなってしまうっていう、まあ、岡田監督でもあれのバッター、まあ、左広島とやったんですけども、1軍クラスのバッターだったらあれを振らないでフォアボール取られてるだろうなっていうくらい、まあ、そういう高いボールが多かった。アマチの場合は、まあ、投げ方もちょっとこう変えてきて、まあ、ボールにちょっと威力ないっていうことを、岡田監督ではちょっと今の1軍の12人、13人の中にはちょっと今の段階ではね、厳しいかなっていう。青柳が、まあ、岡田監督今年はいいっていうのをちらっと話してくれたんで、去年はね、やっぱりこう YouTube でもやったんですけど、やっぱ右に流れるって投げるケースが多いんで、ほとんどこう逆球が多かったりしてて、初回にいっぱい点数取られたりするケースが多かったので、今年はすごいいいっていう風に監督も見てるみたい。まあ一番はやっぱり巨人がこんだけね、2年も B クラスっていうのはありえないんで、フロントもしっかりその準備するだろうっていう話だね、自分のチームよりも。まあ今までプロ野球が始まってないらしいから、3年連続 B クラスっていうのは。だからフロントが焦ってるんじゃないのっていう話はしてた。そこに話題が言ってた。自分のチームよりも。今のまんまやってくれればって。まあ、だから若手が力つけてるっていうのも結構言ってたんで、それよりもまあ、よそがどうかな。まあ、横浜がやっぱりこう、総合的に次なのかなっていうね、話の中で、今中が抜けて、その穴はどうなのかなっていう。と、自分のとこよりも、そっちの今度補強とかね、巨人は絶対その B クラスにならないように準備してくるだろうっていう、話はしてた。まあ、今一軍にいるメンバーで十分なのかなと。あと西勇輝がちゃんとそれなりの入れる調整をしてるのかどうかなっていう。だから本当にもう今はまあ十分、まあ、誰かの代わりがいっぱいいるので、という面ではまあ、よそもね、30人以上ピッチャーみんないるんで、どういうふうになるかなっていう感じだけども、まあ能力的に高いピッチャーが阪神の場合は多いので、そこの中の調子いい悪いになってくるんで、今一軍いる中での6人で、そこに西純が入るか、西勇輝が入ってくるかと、その中の、だいたい10人はチームでこう、いけるメンバー作っていくんで、その中で競争でいいものを使っていくっていう考えになるんで、年間10人いてもね、故障やら何やらでいなくなってくるのがプロ野球なんで、まあその代わりが阪神の場合はね、手内なんかの休ましたりできるような余裕があったっていうのが、チームの強さであるかなと。まあ楽天も僕もいたけど、まあ楽天と初戦試合したんだけど、僕の時のマネージャーやってたのが、まあ来てくれて、森内さんピッチャーがいないんですよって、まあ悩んでるチームもあるし、もうなかなか伸び悩んで、こんなこと言っちゃコーチには悪いけど、教えられないと伸びていかないっていうのも結構ある。ただまあ見てるだけじゃダメなのよね。
バッターの方もちらっと見る機会があって、でもみんないい振りしてた。変な話で福本さんもまあ先輩来てて、福本さんバッターの今年はちょっといいよっていう話でしたね。佐藤テルの場合はね、やっぱインコースのボールをさばけるようになって、まあこれはねバッティングピッチャーのボールと一軍のピッチャーのボールは違うんだけども、福本さん見る限りはまあいい感じで振ってるかなっていう。森下の場合は相変わらずしっかり振れてて、まあオープン戦でもヒット出てるしっていうのもある。まあ阪神の場合はやっぱりレフトが、まあ、塚本いて、森下がいて、レフトだけが、こう、交代で、まあ、出るような形しか出れないんで、外野手は。だから、競争がすごい激しい。これは、まあ、チームにとっては、すごいいいことであるんだけど、まあ、小野寺とかね、いっぱいその辺が、こう、若手もいるんだけども、ノイジーがいて、メネスがいてっていう感じで、誰を使うのか。多分、まあ、交代交代になると思うんだけど、その辺は、だから、もう、去年の打順と、まあ、変わることはないだろうという。もう内はもう、まあ本当に佐藤が調子悪いとかじゃないと変えられないと思うから、中野も、まあ、セカンドは安泰だし、まあショートの木浪とそこだけだよね、内野となったら。外野はレフト、内野はショート。まああとはそうだな、森下も2年目で、やっぱり打てなかったらそこにいっぱい代わりがいるんで、そういう感じでチームはできていくのかなと。監督もやっぱり若手が力つけてくれるともう伸びるのがすごい早いっていうのをまあ本当に言ってたし、ピッチャーもバッターもそうだし、みんな選手が若いんで、その辺が阪神の強みかなと。そんなにねピッチャーに関してはまあ心配はずっと 100% がないんで、どっかにそういう心配は常につきってついてくるんだけども十分なのかな。まあだから本当に中継ぎに関してはまあ梶谷が便利屋でいて、石井がいて、その辺が力つけてきてるんで、その辺は問題ないのかなと。まあ優勝とは言わないけども、確率的には高いんだけども、そこまで言えないけども、80% は硬いかなと。あとは、よそのチームがね、どれだけ補強して、その阪神を倒すかなっても、こちらが向かってくるんで、それだけにそこをチームがどれだけこう対応できるかっていうのは、今年の見どころかなと。いうふうに思って見てきました。まあ本当にその交渉とかない限りは普通にやれれば、一番はやっぱりこう打つ方に思ってるよ。だからこうまあ勝てる時は誰かが打たなくても誰かが打つんだけど、それがみんながこう打てなくなるって、まだまあみんなが若いんでね、そんなにこう率的にやっぱり2割まあ7、8分打てればいいんだけど、佐藤にしてもやっぱりそこまでまあいってない、この2年間でね、やっぱりそれ率を上げてくれれば問題なくするけど、やっぱりそこに打てなくなった時にどうするかっていうのが一番かなと思うんだけどね。まあ去年はあれだけフォアボール選んで成功したけど、で今年はまあ相手が逃げないで攻めてこられた時にどうするかっていうとこかなっていう感じするんだけどね。できそうだよっていう感じだよ。できるとは言わない。まあ、だからさっき言ったように 80% ぐらいはそのピッチャーバッター見て去年の通りできればできるだろうっていう可能性は 80% 以上あるかなっていう。ただ後の5球団がどれだけこう補強して阪神を倒そうっていうふうに思ってくるかっていうところになるんだけどね。いいピッチャー当ててくるだろうし、そういうところで打線がどう頑張れるかっていうところになるんじゃないかなと俺の予想はね。僕のまあ佐藤義雄チャンネルも阪神をメインで今年1年間できる限りやりたいと思ってるので、またよろしくお願いします。